エルガチャンネル。あれ横ダメなのかな。あ、やばい。いやー、そのこの間の同窓会で直で来たのよ、連絡が。ああ他からあれ言ってた動画はって。あ、忘れたふりしてたんだけど。で、上げてみました。そしたらですね、キリトが打ち切れまして、うん、勝手に上げたって言って。上げるやつだから、多分普通に撮影しただけのやつだったらよかったんだけど、そうそう、合間合間にちょっとなんか入れちゃったから、多分それがダメだったみたいで。そうそう、先生喜んでくれてたから。花博は、え、この辺りが、あ、ここら辺か。あ、こっちか。さあ、見つけたら、ここは、あ、もう、信号を渡ったら、もう、お城が、ですかね。そこの、清正殿。そこら辺だよね。これ逆にできるかな。どれぐらいあるのか、何分配分としてるのかわかんない。やってるとは言ってる。なんか8時半ぐらいまでとか。そうそうそう。だからその多分ずっと同じようなのが多分10分20分とかなんか、ずっとそれを繰り返して。ああ。まあ一回で多分何時間っていうのは多分そこまではないとは思うから。やっぱその10分、あって10分ぐらいの、うん、10分のやつを多分何回かに行くんだろうなと思って、ね、そんなね、30分以上とかのやつは大変でしょう。見てる方もね、やっぱね、飽きてくるよね。なるほどね。やっぱ結局何を流してるんですかね。あ、清正殿のなんか、あれ、映像が、あ、まさかの、やっと、ちょっと、これちょっと待って、やってますって言われて、ああ、なるほどね。実は見てないからさ、ほうほう。だって、帰るときもまだやってないし、そうそう。いや、それで言うと、土日しかやらないならね、夜間で別に、あれ、してるなら、後ろでしてるなら、まだ、そうやね。あ、清正殿がなんか青くなってる。ちょっとスマホだと距離感が遠いけど、今正面に清正殿がね、ライトアップされてる。なんだろう、なんかあそこみんな集まってますね。あの下踏んだらとこう、わーって。あ、前もなんかあったやつ。あ、なんかしたかったって言ったけど、できなかったやつだな。あ、なら子供のように私も、はい。行事系はね、おお、来月、あ、今やってる、いや、11月、あ、11月からか。それ見たらなんかね、高価なんかで多分また見れなくなる、入れなくなるから。おうおう、私がだから最後しばらく、おお、どうすか。一応ほら去年、まあ見たの見たじゃん。で、わーすごいなって言ってたけど、お、これっす。ほうほう、これ前もあったこんな感じ。でもこれ踏んだら何か起きるの。外れ。どこ踏んだら光る。あ、もしかして足跡ですか。そうそう、なんか全然よくわかる。
うまくね、いいところが。これ結果あの、その、なんか。ああ、はいはいはい。なんだぐるって回らないとダメだったのね。本気でぐるっと回らないと。何分くらいですか。あ、カットカット。どうぞ。ここ観覧映像になっております。どうぞ。7時半からの上映となっております。なんか今ちょっと絵にね、少しずつ。出口でミスしてるからさ。いやだってね、ニュースで知ったの先週だよ。あ、どっか場所取りへ。どっか場所取りへ。さすがにこれ上には寝れない。私の名前が熊本城長部へのプロジェクションマッピングを開始いたします。熊本藩の初代藩主加藤清正、戦国時代を掲げて熊本城の築城を行い、後の世のために熊本の繁栄に尽くしました。その思いを受け継ぐ人々によって現在まで熊本の伝統文化や自然が守られています。本日は加藤清正公から現代に至る物語を光のアートで表現しました。ぜひお楽しみください。
終わりました。すごかったのはすごかったと。なかなか出てない感じだね。やっぱあのなんだろう、塀の、うん、あ石垣に対してあのほら上からまた石垣当ててたところ、うん、城作る、うん、あれあそこはやっぱすごいなと。これ城の中ですればすげえね。あね一応台数が3つに分けてたけど、うん、多分2つぐらいは、うん、あ必要2つ4つ全然天守閣ね、ここの眺めならできなかった。まあ、こんだけ広い場所が欲しかったんじゃない？よ。まあ、はい。そう、これ見たかった。それも最終日って言うから、ね、見たかったし、いやまあ見れてよかったっすよ。よかったのはない？あ、はい。今どれがどう映ってるんだ？どうしようかね。旋回ゲームご飯食いながら。あ、そうっすね。晩飯食べましょうか。まあでちょうどいい長さだったんじゃないですか。ねえ。今日どうなんだ。はい。これぐらいの長さで尺でちょうど。いや、本当本当ねえ、今日そうね、じゃあとりあえずそれで終わりにするか。はい、ありがとうございます。